トゥーランドブリゴの時間ですよ。古代日本は2つあった。今回は絶対に解き明かしてはならない古代東北の北上の国についてお話ししていきます。東北シリーズクライマックスということでね、今回の話はかなりヤバめでございます。いやちょっとタイトルヤバめもちろんいつも通りエンタメとして楽しんでいただきたいのですけれども、相当踏み込んだ話になります。もし古代日本が東西に分かれて2つ存在していたとしたら、あなたは信じますか？どうやらね、かつての日本は二つあったみたいなんですよ。二つある歯なくなった。歯なくなったじゃん。二つある、ない。どういうこと？まあ、そうなるよね。それでは、東北に存在したもう一つの日本、北上の国を徹底的に深掘りしていきましょう。日本書紀に記される北上の国の存在。北上の国の存在が記されているのは、第12代景行天皇の時代。景行天皇の時代というのは、危機の記述通りに考えたら西暦100年頃。さすがに西暦100年はないやろってことで、実在したとすれば4世紀頃なんじゃないかと考えられてます。この時代の大和は、平定できてない国がたくさんあったんですよ。まあ九州にはめちゃくちゃ強い熊祖がおるし、東日本はもはや何がどうなってるかもわからんレベルで、未開の地やし、まあ、こんなバラバラやったら中国に負ける、なんとか一つにまとめないとって感じやったんですよね。ある時景行天皇が東日本全然わからんわと、どうしようかなって言ってたら、はい、あ、それやったらわしがちょっから東日本の視察に行ってまいりますよと言った人物がいたんですよ。それが300年以上生きたとされる伝説の中心、竹之内の宿根。はい、もう竹之内の宿根はね、この時からおじいちゃんでしたけれども、ね、東の地に旅立ってめちゃくちゃ頑張ってたくさんの情報を集めて帰ってきました。いやー、なかなかハードな旅でございましたが、かなりの発見がありましたぞ。ほうほう。え、我が国がまだ平定していない東の地になんと北上の国という国がありました。その国の人々は男女共に髪を結び、体中に入れ墨をしており、あらら、とても勇敢でございました。しかもその北上の国の大地はとても肥えていて、広大だったので、ほう、ぜひとも攻撃して奪い取りましょう。奪い取りましょう。竹之内の宿根、意外と血気盛んなんですね。で、それを聞いた景行天皇は、なるほど、よし、分かった。でも、すごい大変そうやね、と。まあ、こういうめんどくさいことは、わしの息子に任せよう。息子に。そう言ったわけですよね。ほう。こうして、北上の国と戦うことになったのが、景行天皇の息子、大和武だったんですよ。あー、大和武。そう、あの、有名な大和武。ね、詳しくはこちらの動画でお話してるんですけれどもね。大和武は幼い頃、唐突にお兄ちゃんを殺してしまったわけですよ。そっからもうお父さんの景行天皇にはもう超危険人物として扱われ、もうことあるごとに戦争に生かされまくってたんですよね。悲しき男。そう。そして竹之内の宿根の報告から13年後、大和武はカイロで北上の国に入り、その国境近くで蝦夷の族長たちと対峙したわけですよ。はいはい。そして蝦夷の族長たちの降伏を受け入れて、北上の国から帰還したよって、そういう風に記されてるんですよ。はいはいはい。なんかさらっと北上の国平定しちゃいましたね。なんか追いつけへんかった。ね。ということで本日の話はここまででございます。終わってもった。終わってもった。冗談なんですけども。それではこの北上の国はどこにあったのでしょうか。713年に編纂され、721年に成立した日立の国ほどきにはこのように記されています。西暦653年に物の部の河内と物の部の会津が日立の国に志田郡を設置した。この志田郡があった場所はもともと北上の国と呼ばれていた。こういう風に書かれてるんですよ。日立の国ほどきでは今でいう茨城県日立の国の一部のね、軍が北上の国だったと記されてるんですよ。ほうほうほう。え、見てください。なんか、志田郡めちゃくちゃ小さくないですか？ちっちゃいね。これだけ見ると、この小さい志田郡が北上の国だったかのような記述になるんですよ。ね、これだけの情報やったら、北上の国は大和武に平定された茨城の小国の一つだったようにね。はいはいはい。見えますよね、この感じやったら。ね、これかい。これかいになるよね。考えてくださいね。冒頭の竹之内の宿根、なんて言ってます？北上の国の大地はとても肥えていて、広大だったと言ってた ね言ってましたよね。でこの表現的にも北上の国がそんなに小さかったとは思えないんですよ。広大やもんね。そう、日立の国ふどきは713年に元明天皇に命じられて作られているので、
かつてのライバル北上の国をあえてね、小さく表現したのかもしれません、で、ヒム家族は火に向かっていった一族、北上の国は太陽が高く見える国、すなわち北上の国とは東の最果てにあった国ですよね。北上の国がどれくらい広かったかは分かりませんが、宮城県石巻市と長野県中野市に北上神社があることを考えると、かつてはね、飛騨山脈を越えたあたりからうわーっとね、北上の国が広がっていたのかもしれません。ああ、なるほど。まあ、言うてね、まあ、これだけの情報やったら、北上の国がもう一つの日本って、まあ、それは言い過ぎやろって。まあ、そうなんですね。思ってましたよね。まだまだパンチが弱いと。しかしですね、もう一つ、北上の国に関する重要な手がかりがあるんですよ。お、そうなん？超重要なノリトに登場する北上の国。古来から大切にされた神道儀式の一つに、大祓という神事があります。はい、古くは6月と12月の晦日の日に、人々の罪や汚れを洗い清めるために、各神社でね、水月の凄盛の大祓っていうね、大祓の儀式が行われてたみたいなんですよ。あの有名な清水姫もね、この大祓の祝詞の中でのみ登場してて、昔からこの大祓の祝詞にはなんか重大なメッセージがね、隠されてるんじゃないかと、言われてるわけですよ。はい、そしてこの大祓の祝詞の中にはっきりと北上の国という言葉が出てくるんですわ。出てくんねん。大祓への祝詞の起源は神代の時代にまで遡ります。天照大神がね、佐野の乱暴っぷりにドン引きして天の岩戸に引っ込んだ時に、雨の小屋の御事っていう神様が祓いの言祝として大祓いの言葉を唱えているんですよ。そしてそれの天皇バージョンが水月の凄盛の大祓いだということなんです。この大祓いの祝詞は平安時代に制定された縁起式に詳細が記されているので、少なくとも平安時代より前から使われていたわけですよ。で、この水月の凄盛の大祓いの祝詞の中にね、かなり気になるフレーズが入ってるんです。まずね、水月の凄盛の大祓いは神々が集まって会議をするところから始まるわけですよ。ざっくり言うとね、どうやったら世界がいい感じになるんやろうってね、神々は会議するわけです。そこで神々は太陽が高く輝く穏やかな安らかな国を中心に置いたと。はい、それが大大和北上の国だと言ってるんですよね。あらあら、完全に北上の国という言葉が入っている。言ってるね。そう、これはね、実は昔から議論されていて、元は北上の国イコール恵比寿の国だったけれども、それを平定し合わせて大大和として定めたんじゃないかっていう説とか、大大和と北上の国はあくまで個別の国であり、畿内の大大和と恵比寿の本国である北上の双方を合わせて統治するのが天皇の使命であるということを言ってるんじゃないの、そういう説があるわけですよ。はい、もちろん一番有力な説は大大和北上国イコール当時の日本でしょっていうことをね、深く考えずに流すっていう、はい、まあ、こういうパターンなんですけどね。しかしね、日本書紀の記述にははっきりと東の地に北上の国ありと書かれてるんですよね。書かれてる。大大和とは別に北上という国があったという記述は無視できないわけですよ。明らかに大和と北上の国は区別して別の国として見られていたね。まあ、ノリトの中に北上の国にまつわる有力なヒントが出てきましたね。ここでさらなるヒントになる書物を紹介します。ほう。それが西暦945年に中国で作られた苦闘書という歴史書でございます。はい、この苦闘書は唐が成立した西暦618年から唐が滅亡した西暦907年までを記していて、この苦闘書にね、めちゃくちゃ興味深い記述があるわけですよ。ほうほうほう。なんとね、苦闘書でも和国伝と日本伝の2つの項目があり、あらら、それぞれが別の国であるかのように書かれてるんですよ。何？まずね、和国伝には和国は古からある和の名国であるとはっきり記されています。つまり西暦280年頃に書かれた魏志倭人伝の時代から続くね、国であるよってことを記してるわけですよ。なるほど。そして苦闘書には、和の名国の人たちがどのような生活をしていたかも詳細に書かれています。和国に住む倭人は山が多い島に寄りついて住んでいた。和国は広く、東西を行けば5ヶ月はかかり、南北に行くと3ヶ月かかり、ほう、代々中国と通じている。ほう、これもね、魏志倭人伝の記述とも一致しますよね。やはり苦闘書に出てくる和国は魏志倭人伝に出てくる和国と同じようですよね。で、和国の町は城壁がなく木で柵を作り、家の屋根は草を覆って作っている。四方にある小さな50余りの国はね、全部和国に属してると。はいはいはい。まあ、小国が乱立してて、大国がまとめてるみたいなね。なるほどね、そういうパターン。そう。で、和国の王の姓、名字は代々天または雨氏という、
まあ、雨といえば、うん、雨の水神主とか、うん、雨のうずめとか、うん、神様に多い名前ですよね。うん、和国の王の名字は、うん、天を表す雨だったと。はいはいはい。しかも城壁がないのは争いがなかったということで、うん、地方にある50余りの国とも共存してたということですよね。そうよね。さらに苦闘上の和国に関する記述は続きます。和国には女性が多く男性が少ない、かなりの漢字が流通しており、大体の人は仏法を敬っている。ほう。私生活は裸足で過ごしていて、基本的にシンプルな服装だったと。裸足やったり服装がシンプルなのに、うん、かなりの漢字が流通してたり仏法を敬ってるっていう記述が不思議ですよね。ほう、なんかね、服装があっさりしてるのに文化レベルがめちゃくちゃ高そうや。そして男性が少ないというのも気になりますよね。うん、まあ、縄文時代の男性は海洋民族として、まあ、世界中行き来したんじゃないかって説がありますけれども、はいはい、もしかしたら和国の男性は旅に出ていたか、まあ、戦争してたかで普段はあまり国にいなかっただけかもしれませんよね。うんうん、まあ、ここでも世界中に残る縄文の DNA とかいろいろと気になる要素満載なんですけれどもね、うん、次は苦闘所に記されるもう一つの国、日本国の項目を見てみましょう。はい。日本国の上位はなんとね、うん、いきなり日本国は和国の別種であると。別種、冒頭で書かれてるのよ。別種。そう。しかも日本人で唐にやってくる使者の多くは尊大で、うん、誠実に答えないと。あら。中国ではこの日本人を基本的に疑ってます。で、彼ら日本人の説明によると、我が国の国境は東西南北それぞれ数千里あって、西や南の境は皆大海に接してると、大きな海に接してると。で、東や北の境は大きな山があって、それを国の境としている。はいはい。で、その山を越えると、うん、盲人、毛の人と書いて盲人の国である。毛の人、毛深い人たちね。は、あ、はい、はい、の国であると言ってるわけですよ。そしてその日本人は、我が国は火の昇る方にあるので日本と名付けたのだと、はぁ、語ったそうなんですよね。ネクトウ人はね、書いた人の先入観とかもあると思うんですけども、うんうん、和人についての時はなんかこう自然でみたいな書き方したけど、日本人と呼ばれる人々についての書き方が、うん、明らかにちょっと嫌悪感を持ってるのね。なんか良くないよね。信用できへんこいつらはみたいな感じで、うん、ちなみにね、和国の記述は西暦648年の記事で終わっていて、うん、日本国の記述は西暦703年頃から始まってるんです。つまり和国と日本国は別種として書かれているものの、うん、和国が周りの国を統合して日本国になったのか、うん、和国が他の国に滅ぼされて新たに日本国ができたのかは、はっきりとね、苦闘所では示されてないんですよ。苦闘所にも、日本という国はもともと和国という名前だったが、その名前の由来を嫌い、改めて日本と名付けたとも書かれてるわけですよ。和っていうのがちょっとバカにしてた感じを当てられてるからね。しかしね、もう一つの可能性としてとんでもないことが書かれています。おお。二パターン書いてるわけですよ、苦闘所にも。はいはい。もともとはこう、日本っていう国は和国って名前やったけど、名前嫌ってなって日本にしたんじゃないかっていう説もあるし、うん、その日本を名乗ったその日本っていう国はもともとは小さな国やったけども、うん、大きな大国和国と併合して日本になったよっていう両方書いてるの。後者だとすると、もともとの日本列島を統治していた、ね、大国和国をある小さな国が倒して併合して日本をやりますって名乗ったっていう、そういうことになるよね。なるよね、うん、なんかめちゃくちゃヤバそうな内容じゃないこれ。なんかね、苦闘所の書き方的にも、うん、和国の話と日本国の話ではもう全然書き方違うし、違うね、和国がそのまま日本になったとは表現的にはちょっと思えないんですけれども、うん、もちろんその可能性もゼロではないですよ。だから基本的な学説はその考え方ですからね。そうやね。和国がそのまま日本になりましたと、はい、なんでここからは超エンタメです。もしね、和国とは別に存在した小さな国が大国和国を倒し日本を名乗ったという苦闘所の後者の説が事実だとすれば、うん、出雲口伝に伝わる台湾から北上してきたヒム家族に、はい、巨大な古代出雲族の国が倒されたっていう話にも繋がってくるんですよ。あー、繋がってくる。苦闘所の記述から考えるなら、西暦640年代から700年くらいの間に政権が入れ替わり、はいはい、歴史が隠されてしまった。タイミング的には蘇我氏が倒される大化の改新のドンピシャなタイミングなんですよ。ドンのピシャ、ドンのピシャ。これもね、大人気漫画ワンピースの空白の100年の答えじゃないかなと。かつて栄えた巨大な D の王国が滅ぼされ歴史が消されたというストーリーと、うん、
見事なまでにリンクしてくるんですよ。リンクしてる。ちなみにね、苦闘所が作られた100年後には新闘所というのが作られているんですけれども、その新闘所にも和国と日本国は別国だと記されているのよ、はいはい、かなりね、ブワーっとね、情報が多くなってきたので一度整理しましょう。日本書紀が作られた西暦720年頃には、北上の国は東の地にかつて存在した広大な蝦夷の国だったよっていうね、そういう認識でしたよね。720年頃には竹之内の宿根はもう昔話の人物やから、うん、昔話の人物が東の地を見に行って、蝦夷の国ありましたよ、北上の国でしたよって言ってるわけですよ、うん、この日本書紀の記述だけやったら、北上の国は大和尊に統治された東北の一つの国ぐらいの、はい、そんな話なんですけどね。そうやね。しかしね、はるか昔から使われていたとされる皆月の都合盛りの大払いの祝詞の中に、大大和と北上の国の二つの国が並列で登場しており、かつての日本には大大和とそれに匹敵する北上の国という二つの国が存在したことを示してましたよね。さらに、唐が成立した西暦618年から滅亡した西暦907年までを記した苦闘所では、明らかに和国は西暦640年代から700年頃を境に日本国という別の国に変わったかのような記述があるわけですよ。記述がね、はい。中国視点でも、和国が名前を嫌って日本という名前に変えたのか、別の小さな国が和国を倒し併合して日本を名乗り出したか、どちらかは分からないっていうね、そういう結論で締められてるんですよ。しかしね、和国伝の文化、人々の描写と日本国伝の描写が明らかに違うことから、政権が入れ替わったのではないかなと、はいはい、中国サイドもなんか完全に思ってるわけですよ。なってるよね。だから和国と日本国は別の国であると、うん、最初にわざわざ書いてるわけですよ、ね、はいはいはい。もしね、大化の改新あたりで、和国から日本国に政権が入れ替わってたとすれば、歴史がひっくり返るとんでもないストーリーが浮かび上がるわけですよ。魏志倭人伝の頃から統治してた和国は、別の場所からやってきた諸国に敗北し、勝利した諸国は日本を名乗った。敗北した和人の一部は新しくできた日本国に取り込まれ、反抗した和人は東の地に追いやられた。小国に敗北したとはゆえ、和人はもともとめちゃくちゃでかいね、勢力だったのよ。東の地に新たな国を作った。それが北上の国だったのではないでしょうか。うわぁ、全部ハマる感じ。そう。そして西の大和と東の北上国に分かれた。だから当時の唐からすると急に国が変わったように見えたわけですよ。そうやな。そうなると、大化の開始の時に倒された蘇我氏こそが、うん、和国の尼氏に次ぐ権力者だったということになりますよね。そしてこの蘇我氏が率いた一大勢力が蝦夷氏になったとしたら、よく考えてくださいね、はい、蘇我氏の名前は蘇我の馬子、蘇我のイルカ、そして蘇我の蝦夷氏。蝦夷氏名前に蝦夷氏が入っとるんですよ。いたこれまでやと、蘇我氏めちゃくちゃ偉かったのに、なんで名前が別称の蝦夷氏やったんやろって感じやったんですけど、うん、シンプルにそのまま蘇我氏の一族が蝦夷氏につながるわけですよ。そういうことやんな。ちなみにね、蘇我の蝦夷氏という字は死後つけられた名前で、本名は蘇我の家人と書いて蘇我の蝦夷氏と書くそうなんです。あら、盲人さかい。これも完全に東北にいた蝦夷氏の別称と同じなんですよ。うわー、家人と書いて蝦夷氏と呼ぶ。蘇我の蝦夷氏が家人と書かれていたのは、和国を倒したね、その攻めてきた諸国の人たちとは見た目が違ってたからでしょうね。はいはい。つまり蘇我氏は縄文の血を色濃く受け継ぐ和人だった可能性があるわけですよ。それが蝦夷氏に繋がっていった。なんかね、蘇我氏がとてつもなく悪者みたいに書かれているのが、なんでか、理由が分かってきましたよね。ちょっとずつ分かってきたね。そう。でも危機ではね、蘇我氏の始祖が竹之内の宿根とされているのも、絶妙なトリックに感じるんですよ。はいはいはい。討伐したのはあんたやんか、みたいな。それでは、以前お話した重要な出雲口伝の伝承を照らし合わせて、さらにディープな考察をしていきましょう。はい。出雲口伝では、東北に拠点があった古代出雲族はやがて南下し、大和を平定したと伝えられています。しかし台湾から北上してきた氷川族に敗北し、古代出雲族の王、富長恒彦は東北に追いやられたという、そういう話でしたよね。はい。もし、苦闘所に記される小国が氷川族のことだとしたら、うんうん、元から日本に存在した和国は古代出雲族ということになりますよね。そうだね。つまり古代出雲族は西暦640年頃まで、大和を支配しており、はい、蘇我氏も古代出雲族の人間もしくは関係者だったということです、うんうん、そして氷川族に敗北した古代出雲族は2つの選択肢を迫られるわけですよ、はいはい、1つが氷川族に従うという道、そしてもう1つが氷川族と戦うという道ね、はい、戦いを選んだ古代出雲族は東に北上の国を作って蝦夷氏と呼ばれるようになり、氷川族に従った古代出雲族は東とは真逆の西に飛ばされて、うん、
うん、島根が出雲と呼ばれるようになった。はいはい。徐々に広がったのではなく、ヒムカゾとの戦いで一気に二極化したからこそ、はいはい、出雲と東北は方言が似てると言われており、あ、かつ DNA も近いと、あ、なるほど、言われてるわけですよ。間がないのは、うん、これが理由ということですよ。あくまでこういう考えもできるよっていうエンタメ考察やからね。はい、これはね。でもいろいろとつながりすぎても怖いのよ。ちょっとバチバチにハマりすぎてるね。出雲口伝では、うん、古代出雲族は自身のことを龍蛇の一族と考えているとも言ってましたよね。はいはい。そして女神荒葉脇を信仰していると。はい。各地に残る縄文時代の岩倉信仰、うん、そして古代出雲族が信仰した荒葉脇の正体が巨石に宿る龍神だとすれば、出雲大社や諏訪大社に残る龍神伝説と理由も完全につながるの、うん、っていうかね、日本神話では出雲大社の大国主とか、うん、諏訪大社の滝見中が龍と関係してるみたいな、うん、そんなエピソード全くないのよ。一切書かれてないのに、それらの神社に今も龍神信仰が残ってること自体おかしいんですよ、ね、おかしいね。なんなら日本神話に龍が出てこないのも、もともとは敵対してた、はい、古代出雲族の信仰だからと考えられるわけですよ。うわー、そういうことか。なんならヤマトのオロチとか龍やからね。ほんまやな、悪者。でも敵として書いてんのよ、悪者だね。つまり彼らにとっては龍が敵だったわけです。はぁ、エンタメですからね。エンタメですから、これはあくまでね。もうこれ以上踏み込むのが相当怖くなってくるような内容なんですけれども、うん、もう一歩だけ、もう一歩踏み込んでみましょう。古代出雲族イコールエミシ、もしこれらの考察が真実だとすると、日本書紀に記される西暦659年頃の斎明天皇のエピソードともいろいろと繋がってくるんですよ。はいはい。斎明天皇の時代、遣唐使や陸奥国、まあ、東北ですよね、うんうん、の恵比氏2人をわざわざ唐に連れて行き、はいはい、王様に恵比氏の姿を見せたと。ほう。西暦659年といえば、日本がひっくり返るような出来事である大化の改新から10年以上経った時代ですよね、うんうん、はいはいはい。で、唐の王様は恵比氏を見て、この者たちの国はどこにあるのかと尋ねたわけですよ、うんうん、で、遣唐使は国の東北のあたりですと答えたんですよね。はいはい。そうか、この恵比氏という者たちはどのような種類からなっているのだと聞くわけですよ。はい。恵比氏は3つの種族がいますと。一番遠い恵比氏は津軽、次が荒恵比寿、一番近いのはニギエビスと言いますと。ほうほうほう。答えたんですよね。はい。もともと中国と交流していたのは和国なのに、うん、政権がひっくり返った後、わざわざ中国に行って、この見た目のものがエミシで、我々が支配者ですとアピールしに行ってるみたいなんですよ。はいはいはい。しかもね、エミシはエビスとも呼ばれてたんですよ。おー、エビス。字的にはね、エミシのエミってエビの字なのよ。そうやね。だから本来はエビスと読むのは普通やったかもしれないんですよね。あー、なるほど。だから変えてんのよ、わざわざ。わーわーわー。そしてね、エビスといえば、うん、あの有名な七福神エビスですよね。ですよね。ここでまた驚愕ポイントなんですよ、うん、このエビスってね、うん、大国主の息子、琴城主の別名とも言われてるのよ。そうやわ。そう、いつも九年では自分たちの国が奪われることが許せなかった琴城主は、うん、敵軍の前で海に飛び込んで自死したと、はいはい、伝えられてましたよね、はいはいはい、もしね、残された古代出雲族の人々が琴城主、すなわち恵比寿の名を掲げてね、戦ってたとすれば、おお、もういろいろ繋がるしね、もう感動しかないんですけれども、うん、しかもね、これもさすがに偶然だと思うんですけども、うん、蘇我の恵比寿を本来のね、読み方にすると、はい、蘇我の恵比寿になるわけですよ。なるね、うん、ね。そしてこの蘇我の恵比寿も琴城主と同じく死したわけですよ、うん、自ら死を選んだ。しかもこれまでにあった歴史を全て燃やして、名前も死因も一緒となると、はい、琴城主、すなわち恵比寿と蘇我の恵比寿、同一人物じゃないよっていうね、ないのってなってるね、今とんでもない仮説が浮いちゃいますよね、まあ、そうなると蘇我の馬子が大国主で、蘇我の恵比寿が琴城主ことかいと、はい、って感じで、まあさすがにそれはありえないと思うんですよ、うん、でまあつながりすぎてて、まあそんなことまでよぎってしまうという状態なんですけれども、はい、まあ言うてね、いろいろ話してきたけども、一般的には古代出雲族イコール和人 で、はい、でそれが恵比寿につながるなんてね、そんな説はね、聞いたことないよね。うん。ちなみに今回の動画は日本神話を否定してるわけではないですからね、はい、単純に北上の国とは何ぞやというということを突き詰めていったら、うん、まあ、こんな考察になっちゃいましたよ。ちゃいましたよ。そういう回でございます。はい。出雲口伝でも津軽外三軍氏でも、一度は別の民族に大和を奪われるも、またトップに返り咲いたという記述があるわけですし、うん、で和国の元々の王様アマ氏は併合された後もね、おそらく特別な存在として敬われてたんじゃないかっていう、ね、はい、そう思うわけですよ。和国の王アマ氏は後の天皇につながる家系で、うん、
この存在だけは特別な扱いをずっとされてて、今にも繋がっていくんじゃないかと。だからその和国の王アマシと交わった存在が日本のトップになれるよっていう考えだったのかもしれません。藤原氏の時代以降もそんな感じやったやんか。そしてヤマトに従ったひたかみの国の古代出雲族は不朽と言われて取り込まれてるし、その後のアテルイモレの時代には東北の蝦夷も吸収されたから、まあ、古代出雲族とヒムカ族は結果的にがっつり交わったんじゃないかと。つまり今の日本人には両方の血が流れてるということですよ。そうやね。それにしても、ね、魏志倭人伝に記されてる和人が実は後の蝦夷だったなんて人にいきなり言ったらひっくり返るような内容ですよね。だって俺たちが元々知ってる日本は蝦夷の国やったと、はい、後にやってきた日本はなんなんて入れ替わってたって。普通はね、魏志倭人伝に記される和国の人たちが、そのまま大和朝廷を作り、元々東北にいた人たちを蝦夷として蔑すんだ、はい、これが当たり前の話ですよ、うん、しかし、ね、それでもどうしても見過ごせない大きすぎる矛盾があるんですよ。なんですなんです。日本の根底の歴史を覆さないお話になるかもしれませんが、ここからはさらに超エンタメスイッチを入れて聞いてください。ポチッポチッと日本書紀に記されていた竹の内の救いの報告を覚えていますか。ほうほうほう。東の地の北上の国はみんな入れ墨だらけでしたわ言ってましたよね。はいはい。これをわざわざ報告するってことは、当時の大和朝廷の人々にとっては、入れ墨は珍しかったということなんですよ。まあそうやね。で、竹の内の救いが慶光天皇に仕えた時代といえば、史実通りやったら西暦100年ぐらいの話なので、日本書紀の記述通りの解釈だと、この時の日本には入れ墨文化はなかったということですよ。しかしね、西暦280年から290年頃に書かれた魏志倭人伝の和人の条にははっきりと、男子は大人、子供の区別なく皆顔と体に入れ墨をしていると書かれてるんです。マジで。そう、つまり西暦250年頃に日本の中心にいたのは顔や体に入れ墨を彫っていた和人だったということなんですよ。しかしね、古事記が作られた700年頃には入れ墨を彫るのは蝦夷の野蛮な風習として書かれている。ということはつまり入れ替わってるんですよ。入れ替わってる。完全に完全にやな。ちなみに今めちゃくちゃ断言しましたけど、エンタメ断言ですからね日本書紀の記述、魏志倭人伝の記述、そして句読所の記述、これらを照らし合わせると、かつて日本の中心にいたのは、体中に入れ墨を施していた和人であり、西暦700年頃にはその和人は蝦夷として扱われ、入れ墨文化のない人々が大和を掌握した。そしてさらなる衝撃の情報がございます。今から3000年前の縄文時代の土偶を見てもらっていいですか。はい。おそらく当時実際にいた男性を模した土偶だと思うのですが、こちらをご覧ください。ドン。うわー、入れ墨な感じ。これ入れ墨でしょ、これ完全に、これ3000年前よ。完全に顔に入れ墨を施してるよね。やんな、あの感じ。そう。そしてこの道具が見つかってるのが岩手県、東北なのよ。うわぁ。やはりこの入れ墨をした人々が、魏志倭人伝や句読所の和人につながる存在であり、はい、龍神荒はばきを信仰した古代出雲族なのではないでしょうか。見てこれ、他にも。うわぁ、もう絶対になんか彫ってるもんな。そうでしょ、完全に。他にも顔面入れ墨道具見つかってるから、偶然ではないのよ。ではない、これ。こんなん見たことないよ。世に出されてない、これ。姫家族に敗北した古代出雲族は大和を追われ、飛騨山脈を越えた東日本を拠点とするも、徐々に追いやられていったのよ。はい、はい、はい。だから、もともとは岐阜県を境目ぐらいからも全部、北上の国やったのに、だからその辺も北上の神社があるわけよ。めっちゃ良かった。だからもうそれをすごい広大な土地ってのはそういうこと。そういうことか。それをどんどん追いやられていって、東北の方まで行って。でも古代出雲族の発祥はもう東北から南下してきてるから、はいはいはい、追いやられたみたいなね。でそれを徐々に追いやられて、アテルイモレの時代にその長い戦いに終止符が打たれたとすれば、はい、とてつもない壮絶な歴史ですよ。アテルイとモレが北上の国の王族の末裔だったとしたら、彼らは東に逃げた和人の末裔であり、正当な古代出雲の一族だったということになるわけですよ。荒はばき信仰してたからね。そうやね。荒はばきといえば龍神信仰、古代出雲族でしょ。つながるわけですよ。で、古代出雲族が巨石に宿る荒はばきという龍の女神を信仰していたこと、早い段階で大和朝廷に取り込まれた島根の出雲に龍蛇信仰が残っているのにも全て説明がつくわけです。はいはいはい。今回の考察かなりヤバくないですか、これ。発狂した。あくまでね、エンタメ考察ですからね、皆さん。ダメってことでいいんですよね。この内容的には東北シリーズ最終回なんかなと思うんですけども、まだまだ続きます。まあもうどこ行くの。かなりね、日本の裏歴史に迫ってきた気がしますが、いよいよ来週で東北シリーズ最終回でございます。今回の話もかなりディープでしたが、来週も相当にディープに行きます。
来週の動画が気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ね、概要欄に僕らの SNS もあるのでフォロー待ってます。はい。それで本日はこの辺でございます。はい。またね。バイバイ。バイバイ。